皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。皆さんこんにちは。本日はこちら、ダベン、ブラックスターの新製品を皆様にご紹介させていただこうかと思います。その新製品と何かと申しますと、こちらだ、ブラックスターのスーパーフライというポータブルアンプでございます。電池駆動とかできちゃって、外でもなんか手軽に使えるよ、バーベキューとかでも使えちゃうみたいな感じの、そんな感じの、お手軽ポータブルアンプのご紹介でございます。結構前にこれ発売されたんですけども、ご存知の方めちゃめちゃ多いですし、持ってる人もすごく多いと思います。フライ3という 3W の電池駆動とかもできるミニアンプでして、これ 3W なんだけど、すごい音がパワフルで、でなおかつ音も良くて、めちゃめちゃ売れたんですよ。まあ、今でも現行で発売していて人気機種、売れ筋ではあるんですけれども、そのフライ3なんていうモデルがありました。で、このフライシリーズの中の新しいものとして、新しいモデルとして、このスーパーフライが 12W で登場ということです。この 12W になっただけじゃなくてね、もうすっごいこの機能がガッてこうなんか凝縮されて、もうめちゃめちゃ便利なアンプになって登場してるんですよ。もう本当これめちゃめちゃ便利、すっごい多機能なんで、この動画の中でベラベラと喋らせていただいて、ちょっくら皆様の物欲を刺激させていただければという感じでございます。この動画を見ると多分普通に欲しくなるんで、そこだけは物欲を刺激されすぎないようにだけは気をつけていただければという感じでございます。そんな感じでブラックスターのスーパーフライのご紹介でございます。とりあえず僕がね、このスーパーフライを最初に触って一番びっくりしたのは軽さなんですよ。この重量、まあ、さっきからさ、結構そのね、まあね、なんか軽そうにこうね、プラプラプラと持ってるけども、もう本当すごい軽いんです。どのぐらい軽いか。パペン、問題です。プレミア公開の皆様はぜひコメントで参加をしてみてくださいませ。どれが一番軽いでしょう。1位、私がいつも使っている砥石。頑張ってこれでいつも包丁を研いでおります。このキング砥石、なかなかいい調理をするんですよ。1番、砥石。2番、ババンババンバンバン。最近私がハマっている焼酎、モグラ赤。ちょっと飲みかけですけども、モグラ赤、2番モグラ赤、3番ブラックスタースーパーフライ。この中で一番軽いものはどれでしょう。かっちこっち、よかったらコメントで、ペペッと、1番2番とかってやってみてくださいませ。1番トイシー、2番モグラ、3番ブラックスター、さあどれだ。こんな流れでいくとするともう答えは分かってるんだもんですけれども、まあもうすごいんですよ。まず1番測るんかって感じですけども、まず1番、こちら、私がいつも使っている砥石でございます。キングの砥石。結構ずっと使っているからね、めちゃめちゃこう減ってきてはいるんですけれども、これもなかなかいい重量しております。ボンと乗せて、重量を見てみますと、はい、ドン。2390kg。2390kg、2トンやべえ、床抜けるわ。2390g。つまり 2.3kg ってことですね、2.3kg。2トン床抜けるわ。そして、モグラ。ベベベベベーン。でんでくでんでーん。岸くも2395、かなり僅差でございます。2395、いいですね。2.3kg、2.4kg ですよ。いい感じの勝負しますよ。そしてお待ちかねのスーパーフライ、ででん、出たー、2265g、2.2kg という数字でございます。わーおって感じですよね。まあ、周りくどくなりましたけれども、モグラよりも、私がいつも使っている砥石よりも、ブラックスターのスーパーフライは軽いということでございます。まあ、もうすごい見てわかる通り、このだけ軽いです。で、このね、くぼみというか、ここに取っ手がついてるんですけど、ここの取っ手がね、またいい仕事してるんですよ。これがあることによっても、またさらにこの、ね、なんか手軽さ感というか、気軽さ感が演出されております。で、2チャンネルあったりとかするんですけども、その辺をちょっと音を鳴らしながら紹介させていただきましょう。とりあえず、電池で駆動する場合は、ここに、これは単三電池かな。単三電池を8本入れるところがありますので、ここの8本入れていただいて、ペット、電源を入れれば、電源がつくようになっております。で、ちょっくら、私は別売りのバッテリーを持っているので、ちょっとそのバッテリーを接続したいんですけれども、これだ。ベベン、ブラックスターって書いてある、バッテリーでございます。これが1万ミリアンペアだから結構入ってますね。1万ミリアンペア。で、これを
ケーブルでつなぐわけでございます。ここにあるから、ヘッドに。で、バッテリーの電源を入れまして、で、このままアンプの電源を入れれば、準備は完了という感じでございます。ちょっくらあまりお行儀はよろしくないんですが、上のパネルが見えないとあれなので、ちょっとこんな感じで上をお見せしながら鳴らしていきましょうか。とりあえず、ここにインプットが2つあります。片方がそのキャノンもいけるし、こういうジャックもいけるしという感じの、コンボ。コンボチャンネル。で、もう片方は、ギターとか何かしらの楽器を、想定したジャックって感じでございます。チャンネル1の方はボリュームとベースとレベル、そしてリバーブっていう感じの4つのシンプルなつまみ。で、こっちのチャンネル2に関しては、アコースティックギターとエレクトリックギターの切り替えスイッチと、オーバードライブ。エレキギターをつなげているときのオーバードライブ切り替えスイッチと、ゲイン、ベース、トレブル、ボリューム、リバーブ。という感じのラインナップになっております。で、このまま接続をすれば、音が出るわけなんですけども、ちょっとやってみましょうか。全部真ん中にして、で、ボリュームを上げていきましょう。またね、12W なんで結構出るんですよ。ゲインマックスにしてボリュームその上げていきましょうか。結構うるさいですよ。切れられるし、バーベキューとかしてるキャンプ場とかで弾いたら、場合によってはすごい切れられるという感じのボリュームがいい感じで出ております。で、ここにエレキギターとアコギの切り替えスイッチみたいなのがあるんですけども、これを押すとちょっと歪むようになります。ボリュームをガーッと下げてゲインを上げていきましょう。逆だ。があるんですけども、このオーバードライブスイッチを入れるともちろんがっつり歪みます。ゲインマックスにするとね、結構歪みます。結構っすよね。で、このままボリュームをガッと上げていくとすると。すげえうるせえ。
こんな感じで、あの場合によってはもうすぐもう十分切れられてしまうぐらいに、まあ、いい音量が出ているということでございます。すごいっすよね。12W でこう、ね、バッテリー駆動でこんだけ音出るんですよ。で、見てわかると思うんですけれども、その普通にそのケーブルとかをつなぐ必要が全くないから、本当もうこれだけで駆動してるんですよ。すごくない？で、このバッテリーもめちゃめちゃ軽いんで、これ両方合わせても 2.5 キロぐらいなんで、本当もこのままなんかこう背負っていっても全然構わないし、なんかどっか移動するときも本当そのまま持っていけるっていう感じの、手軽さという感じでございます。で、ここにそのさっき言った通りそのコンボがついてるんで、まあ言ってみればこういうマイクを接続して音を出すことも可能なわけでございますよ。ちょっくりやってみましょうか。あら、こんなところにマイクステンド来ました。これをそのままボリューム上げていきます。そうすると私の声がいい具合に私の声がいい具合にリバーブがかかって皆様のもとにお届けすることができるこの事実をさあどう受け止めるか。このまま上げ続けるともちろんハウリングが起きるはずなんだけども、起きました。そんな感じでございます。すごいよね。で、このままインプット1の方にマイクをつなげて、まあ、そのインプット2の方にギターとかをつなげれば、もちろんその同時に出力をすることが可能なわけでございます。2本同時にこの 12W のこの小ぶりのアンプから出力することができるわけですよ。すげえ高機能だなって感じですよね。ちょっとやってみましょうか。すげえ、めっちゃぶつけてるけど。こっちかな。このギターをペッと接続しました。やべ、この音だ、歪む、やばい。アコースティックに切り替えて、ベーストレベル真ん中で、ゲインはまあ半分ぐらいにして、このままボリューム上げていきましょう。そうすると音が鳴っていくはず。今、チャンネル2の方から。まあ、普通にこうなんかマイクでこう歌ったりとかしながら、なんかこのギターでこう演奏するみたいな感じのね、そんなスタイルも可能なわけでございますよ。結構 12W、いい音量出てます。いい音量が出てるぜ。おい、いい音量が出てるぜ。おい、いい音量が出てるぜ。ということでございました。で、ここのね、ブラックサンこのスーパーフライ、またさらにびっくりすることに、もっとね、音をね、追加することができるわけなんですよ。今、そのマイクと、ギターを今、同時に出力しております。で、こっからやべ、ケーブルがどっか行った。こっから、ミニピンケーブルで iPhone とか MP3 プレイヤーとかをその繋ぐことができるんです。こういうイヤホンケーブルみたいなやつ、これで、ここに MP3 ラインインという端子があるので、ここにブスッと刺すと、まあ、この出力をすることができるんですが、この先は何も繋がってないので、音が出ません。で、もう一つ、最終的に、ここがびっくり。最後はこれはびっくりでございます。何かと申しますと、Bluetooth がついております。Bluetooth ですよ。ブ
Bluetooth ですよ。長押しするとハビババハハビババホーンつって音が鳴りまして、今これ接続が、されました。すでにちょっと僕の iPhone とね、一回繋いだことがあるので、電源を押して、この Bluetooth ボタンを長押しするだけでもう自動的にこの iPhone と接続をすることができます。で、この iPhone の方から、その何かしらの音源、例えばその Spotify とかさ、なんかこの自分の作った音源とかあるじゃないですか。歌ってみたみたいな感じで、路上ライブとかでなんかこう、音流す人とかもいるじゃないですか。これが、なんと Bluetooth で操作できてしまう。はい。雨じゃないか、壊れてても悪くない。もちろん森の操作も可能。遊びをしよう、秋が来るまで。思っているよりもずっと世界は単純な仕組みで、一つ一つやれば割と何とかなるでしょう。できるという感じでございます。なんでトータルですの4つの入力がついているわけなんですよ。すげえ便利じゃない、すげえ便利じゃない、マジで何度でも言うんですけども。でちょっとまあ残念なところとしては、その MP3 とか、Bluetooth とかの入力に関してはそのボリュームとかの調節が特にないんで、そこだけはねちょっとね気をつけないといけないかなという感じでございます。結構その機材とかをさ、その雑に扱っちゃう人でさ、その何て言うんだろう、iPhone とそのアンプをつないでますみたいな感じになるじゃないですか。で、これ、こっち側にさ、そのボリュームとかがあればさ、そのボリューム下げた状態でこうつなげたりとかすればいいんだけれども、結構電源入れた状態でこう雑にこうつなげちゃったりとか外しちゃってますよね、そういう人ってたまにいらっしゃるじゃないですか。そういう人だと、ちょっとこう、たまにこうバババババみたいな感じですげえ大音量が流れてアンプを痛めてしまったりとかする時もあると思うんで、ちょっとそこだけ要注意という感じです。で、Bluetooth に関しても、この繋いだ瞬間、突然爆音が流れるとかあったりとかするんで、まあ、そういったところだけちょっと要注意って感じなんですけれども、でもまあ、見ていただいた通り、もうすごいいろんな使い方ができますし、めちゃめちゃ便利という感じでございます。で、今回僕は、その、持ってないんですけれども、もう一個、この、ブラックスターの、この同じ形の、なんかこのアンプがあって、それを買って、なんかこう、繋ぐと、なんかこう、ステレオで、出すことができるんですよ。すげえなって感じですよね、ステレオで。これブラックスタースーパーフライ その公式の動画の方で路上ライブ風景みたいな感じで上がってるんで、もしよかったらそちらの方を見てみてくださいませ。そんな感じで今回はそのスーパーフライのアンプのご紹介という感じでございました。魅力が十分に伝わったかと思うんですけども、どうでしょうか。で、別売りのこのバッテリーと、あと別売りのこのキャリーケース、もうなかなかおしゃれな作りしてて、こんな感じでもうそのまま使えるわけですよ。その別に出さなくてもパカッと開けたらもうそのまま演奏を開始できると。で、この後ろの方もなかなか面白い作りをしていて、ちょっと見てみて、これすごくない？このバッテリーをここに入れるじゃないですか。でもポケットなんですけど、こんな感じで、で、このポケットに入れて、ここの窓、見てください。ここの窓。こっちもその窓がいくつかあるんですけども、この窓の中にこのケーブルを通すことによって、わざわざ出し入れしなくても、ここからケーブルを接続することができるという。ここだ。こんな感じで。で、これを、他にもそのステレオ用と、これは何だろう。キャビネット
リンク、デュアルスプリット、あれか、まさにそのキャビネット、2台つなげたときに、それなんかどういう出力の仕方をするかみたいなスイッチがここにあるんですけども、まあ、そういった操作もできるようになっているよという感じなんでございます。で、このまま、パッとこの口を閉じて、まあ、このままこうケースでね、このいろいろ運んで。で、そのまあバーベキュー会場やら、まあ、ライブ、路上ライブとかなんですかね、まあ、どこだかわからないですけども、まあ、皆さんがその演奏するところに持って行って、もうそのままこの前面だけバカッと開けて、電源を入れて、あ、しまった。こっちの電源を入れなければいけない。ちょっと待って。バッテリーにもね、電源があるんですよ。これ。ちょっとね。で、こっちの電源を入れれば、これで演奏が可能という感じでございます。こんな感じのカバーになっているんですけども、これもなかなか洒落た作りだなって感じですよね。で、これ謎にあのバッテリーの方は、この長押しをすると、光ります。わーっつって。でも意外となんかこうね、路上ライブとかやってるとさ、その暗い場面に遭遇したりとかするから、意外とこれ便利かもしれないですね。僕、自慢じゃないですけども、昔、あの河原でそのバーベキューセッションみたいなのをしたら、普通にそのバーベキュー会場で、あの携帯を落として、そのままなくしたことがあるんですけど、そのなくしたときにさ、夜7時とかだったらさ、なんかもう真っ暗で、もう何も見えねえって言って、翌朝また来るわって朝行ったらもうないっていう、ね、そんなことがあったんですけども、もしこの時にこのバッテリーがあれば、暗い、俺の携帯どこや、その時でも安心だ、ベビーンみたいな感じでこう光って探すことができた、あ、今、すげえ、点滅した、できたかもしれませんが、まあ、その時もあったりなかったりという感じでございます。そんなわけで、今回はブラックスタースーパーフライのご紹介でございました。このケースとバッテリーはちょっと別売りになってしまうんですけれども、アンプ本体だけでもね、単三電池で駆動したりとかすれば、十分にこの小ぶりなポータブルアンプを楽しめるかと思いますので、もしよければご検討いただければという感じでございます。そして、こういう衣装日を見るたびに、お店で、酒屋さんで、デパートで衣装日を見るたびに、あれはブラックスター、スーパーフライよりも重いんやな、みたいな感じで思っていただければ幸いでございます。それでは、一升瓶のモグラよりも軽い、軽い、一升瓶のモグラよりも軽い、ブラックスター、スーパーフライのご紹介でございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、パハハイ。